日本埼玉県埼玉市緑区大間木大巻は埼玉県埼玉市緑区の町名及び大技。現行行政地名は大間木2丁目から大間木3丁目及び大技大間木。住居表示未実施地区。郵便番号は336-0923。埼玉市緑区中部の主に大宮台地上に位置する。かつては隣接する大技大巻と複雑に境界が 工作していたが、区画整理により、町名地盤変更が行われ、国道463号より、南は東浦和となった。また、その影響で、見沼通船堀周辺が、大巻の飛び地のようになっている。また、現在も区画整理が進んでおり、2019年3月に、大技大巻の北部から、大間目二丁目、三丁目が成立した。 南部では2020年度に大間木一丁目の設置が予定されている。隣接する大技大牧は大牧と読み、古くから混同されていた。住宅地の地下は2020年1月1日の工事地下によれば大技大間木麻布島1655番6の地点で17万9千円平方メートルとなっている。元は江戸期より存在した武蔵国足立群山。 沼漁に属する大牧村、古くは戦国期より見出せる足立軍のうちの大牧であった。古くは愛の矢村とも称されていたと言われているが、1649年頃までには見出せない。村高は元禄豪町では317国、天保豪町では318国余り、急行丘漁取調べ町では570国余りであった。村の規模は、 東西4町余り、南北25町余りで、火星期の世帯数は18件であった。見沼大洋水には柏が設けられていた。2020年8月1日時点の世帯数と、人口は以下の通りである。私立小中学校に通う場合、学区は以下の通りとなる。浦和塾本陣表門大間目氷川神社は、東浦和5丁目に所在する。ありがとうございます。